これは、モノレールですね。モノレール、羽田空港国際線ビルとですね。モノレールの場合はこちらから入ってきます。そしてこの羽田空港の国際便ターミナルがここですね。つい最近完成しました。そして京急の乗りはですね、こちらの方から来ますね。京急の乗り場はこちらからですね。2階に、京急電車のホームあります。2階です。こちらから上がってますね。そしてこちらから上がってきて、こちらの出発バーチャーが3階が出発ロビーですね。この出発ロビーの上にある階はレストラン街ですが、江戸時代の雰囲気をですね、作ってますね。和の雰囲気を作っております。あそこの上ね、和の雰囲気を作ってますね。まだまだ国際便の利用が少ないですからね。空港内閑散としています。今、午後、4時前ですね。午後4時前ですが、これちょっと閑散とした状況ですね。しかし非常に斬新な設計ですね。斬新な設計で、慣れたよりも大変ほど綺麗ですね。そして、こちらで、荷物を預けた場合ですね。荷物を預けた段階では、すぐ電話に入ります。手荷物をこちらの方に置いて、ちょっとあちらの方に行きましょう。こちらが、あら現在こういうドーム型になってますね。そしてこれがショパンのレストランですね。で、ショパンのレストランに入りますと、この藤の棚をイメージしますね。藤の花をですね、イメージしています。藤の花をね、これそして両側に、まあ、こういう車両が並んでますね。おお、長い時間ですね。この正面にあるのは一応タングの節句の端午の節句の片付けが正面になります。ああ、じゃあこれは T シャツ屋さん。こちらもね、なんか赤ちょうちんで和の雰囲気出してますね。展望デッキが見えます。ああ、いいなあ。あ、待ってみてるんだ。
これはいいな。What's on?